大学宮殿。19世紀の新古典派様式の建築である。音楽学院。19世紀の法学部の母体。リオデジャネイロ連邦大学とは、ブラジルのリオデジャネイロに置かれている連邦大学である。現在3つのキャンパスを要するほか、リオデジャネイロ市の中心部にある2つのビルに拠点を持ち、連邦大学の中では最大規模を誇る。リオデジャネイロ連邦大学は、 1920年にリオデジャネイロ大学として設立された後、1937年にブラジル大学と改称し、さらに1965年に現在の名称となった。大学設立当時、リオデジャネイロはブラジルの首都であったため、教育における国家戦略の一つとして、それまでリオデジャネイロ州内にあったいくつかの教育機関を合併解阻して、 近代的大学組織とした。母体となった教育機関としては、1792年創立の高等工業学校、1800年創立の国立芸術学校、1808年創立の医学校などがある。大学は専攻分野別にセンター単位で構成され、それぞれ独立した単位で機能している。ありがとうございます。